どうもプラスティックツリーです。はい、今日はあまりメイクをしていません。はい、はい、ということで今日はプラスティックツリー秋のツアーの告知にやってまいりました。やった、お知らせです。はい、お知らせでございます。プラスティックツリーメジャーデビュー20周年記念オータムツアー2017雨を見た会、9月の16日熊本から始まりまして、全国津々浦々行きまして、10月の9日千葉文化会館でファイナルを迎えます。はい、はい、特にファイナルの千葉文化会館は、はい、我々千葉出身のバンドの地元になります。そうですね、はい、そして初の千葉文化会館となります。うん、宇宙遊泳というシングルを出したので、今回雨をテーマに、ツアー内容を考えていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん足を運んで来てもらえたら嬉しいです。はい、どんなツアーにしたいですか？中山さん、どんなツアーにしたいですか？最近ね、はい、ファイナル雨降るんで天気が心配だから、はい、晴れればいいな。雨を見た帰って言ってるんですけどね。それをとんちかんなこと言いやがってみたいな、はい、という下りでした。はい、どんなツアーにしたいですか？そうですね、まあ、久しぶりにね、行くところもあれば、あの初めてやるその地元のね、うん、千葉県文化会館もありますんで、すごい新鮮な気持ちで、はい、今回のツアーも回れるんじゃないかと思います。はい、はい、じゃあ最後締めを佐藤健健さんの方からお願いします。そうですね、今回は計8本なんですよね。8カ所でやるんで、はい、せっかくなんで、ね、もう8カ所来たらいいんじゃないかと思います。その心は、いや、そうですね、皆さんで一緒に秋雨前線を迎えましょう。はい、またトンチンカンの話をしたいけど、はい、ということでプラスティックトリが、ツアーに来てほしくて一生懸命コメントした映像でした。皆さんはライブ会場でお会いしましょう。プラスティックトリがお届けしました。さようなら。さようなら。